レイン・オン・ザ・デューン2022、オス・黒影、父・デュラメンテ、母の父・フランケル、立党・矢作義人厩舎です。ダービーはロジャー・バローズを送った日高の言う飛びの牧場から、上質のデュラメンテ3区がラインナップに加わりました。艶やかに全身を覆う黒影の馬体が美しい本馬は、母の兄にアメリカ G1 ウッドメモリアルステークスの勝ち馬、ベラミーロードを持つ良血馬。豊富な食欲に支えられ、すくすくと成長を続けてきました。持って生まれた父の長さに呼応するように、たくましくなったボディは重厚感に満ち、抜群の容積を誇る友をエンジンに、柔らかく力強く歩を進めています。表情は穏やかで無駄な動きをせず、人間に対して素直で従順。大一番で安定のアクションに応えてエネルギーを出し切ってくれることでしょう。素晴らしい雰囲気の持ち主である本馬が目指すのは、もちろん再来年のクラシック。5世代を残して世を去ったデュラメンテに、ダービー馬の父の称号を与えるのは本馬かもしれません。